ミアか。14頭スタートを切りました。まずまずのスタートかと思います。先行するのは何か。10番ヒカルが先手を取りました。セルゲイドラグノフ、これがセルゲイドラグノフ。そしてその外に12番アクロバンチルクレッツヤがそのうちにいます。そして5番手にゼファータローであります。それから3番アウンフィルトリテ。さあ最終コーナーを回ってぐーんと広がった。アマダブラム直線の伸び足はどうか。セルゲイドラグノフ、それからルクレッツヤ先頭。ヒカルが大きくリード、外から懸命にイガントオーバー。3番手にゼファータロー、赤い帽子イガントオーバー。ゼファータローも懸命に追う。2番手にイガントオーバー、イガントオーバー。かわして先頭に立ったイガントオーバー先頭。イガントオーバーが勝ちました。パラペコマチコは2着3着にゼファータロー。1着4番、2着14番、3着1番、以上のように確定しました。